はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズでございます。今回はこの牛久米リザーブのね、アフターテイスティングをしていこうと思います。ほぼほぼ飲んでません。 最近はね、ロイヤル、サントリーのロイヤルばっかり飲んでるんですけども、はい、1ヶ月ぐらいですかね。はい、じゃあ開けて飲んでいきましょう。なんか印象的にはこう、なんか美味しかったんですけど、なんか取り立ててこう、なんかこう、癖になるような、私にとって癖になるような味じゃないかなってイメージですね。で、アフターですけど、どのように変わったか。香りはね、あんまり変化ないですね。ちょっと飲んでいきたいと思います。はい、乾杯。ちょっと飲んだんですけど、ほぼほぼストレートで飲んでますね。アルコールのビリビリ感はありながらも、甘さよりもこうフルーティーさ、このフローラルなお花の感じ、それが強いですね。ブレンデッドスコッチなのか。あ、ブレンデッドですね。そう、カナディアンウイスキーが好きだって私が言ってたら、視聴者の方に教えてもらったんですよね。カナディアンクラブとはちょっと違う感じがしますけども、やっぱ CC の20年と比べちゃうと、アルコール感がだいぶきついですけども、風味はやっぱ美味しいですね。アルコール感がちょっときついかな、比べちゃうとね。甘さよりもこう華やかさがしたいですね。じゃあちょっとここに氷足して、それからハイボールやっていきたいと思いますね。じゃあ少々お待ちください。氷入れてきました。ロックですね。ちょっと香りの方からね。でもなんか、結構その、花のフローラルな香りがブワッとくる感じありますね。なんか閉じ込められてたものが開いた、そんなイメージですね。なんか、おとなしく、冷やされておとなしくなったって感じはしないかな。ちょっといただきます。そんなに変化がないかな。味の方は、ビリビリ感も、その花の感じも、甘さも、全体的にこう、グッと音、なんかこう、閉じ込められた感じしますね。匂いと真逆。これ匂いも若干おとなしくなってんのかな。どうだろう。あんまり変わんないかな、匂いは。味はちょっとビリビリ感も、あれですね、少し抑えられてるような感じしますね。じゃあちょっと、炭酸入れてね、ハイボールしていきましょう。少し濃いめっていうか、あんまり入ってなかったんで、このぐらいにしましょう。色が薄いんでね、牛久米リザーブね。こんな感じですね。レモンサワーみたいな感じしますけど、いただきます。わ、美味しい。甘さとかコクがそんなにないので、本当に爽やかな、癖のない、すごくライトなハイボールですね。これは美味しい。夏に飲みたいですね。全く癖がない。すごくライト。これなんかライムとかレモンとかちょっと絞って入れたらね、めちゃくちゃ美味しいと思います。そういった意味でも白酒に近いところありますね。今度飲み比べてみても多分全然違うとは思うんですけど。ああ、美味しい。ハイボール美味しいですよ。あ、そう、今気づいたけど、T シャツ着るの忘れましたね。最近ちょこちょこ多いんですよ、なんかね。寒くなってきたからなのか。寒くなってきてたと、今週ね、撮影してる時にちょっと冷え込んでるんですよ。ちょっとね、それで T シャツになるの忘れてますね。すいません。おー、ハイボール美味しい。
おすすめです、ハイボールとしてはね。そんな高くないんで、ハイボール専用で買ってもいいかもしれませんね。初心者の方はハイボールをおすすめしますね。美味しいです、すごく。はい。一応概要欄の方に、リンク貼っておきますので、ご興味ある方はね、ぜひご覧になってみてください。はい。あと、モチベーションアップのためにね、チャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい。あと、各種 SNS やってます。Facebook、Twitter、Instagram ですね。概要欄の方にリンク貼ってありますので、お気軽にフォローいただければと思います。はい。ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズ、今回は、牛久米リザーブのね、アフターテイスティングの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。